はい、レオンです。今回はね、メルカリの方で購入したこちらですね、アップルウォッチバンドステンレス製軽量コンパチブル700円で購入しました。これはシルバーですかね。ちょっと色がこういうみたいなので、これは41ミリ用ですね。この HK9 ミニプラス用に購入したんですけど、金属バンド俺持ってるんだけど、ね、これキモク製ですね。キモクっていうメーカーですね、持ってますね。俺が何度も買ってる。こうやって箱は付属されてなかったですね、まあ別にいいんだけど、できたら箱も付いてる方が本当にいいんだけど、ちょっと説明書きに一応書いてるんでね、少しでも安く出品できるように送料の都合上箱から出して発送する場合がございますって書いてます。これちょっと早速紹介してちょっと取り付けしていくんで、こちらですね、 U パケットをポストミに利用する人が結構多いですね。これ一応まだ開封してないんで、こっからっていうのかな、まだ開けてないんで俺、こういう感じで入ってますけど、これですね、シルバーですね。なんだこれ、色が、あ、一緒か。シルバー俺持ってるんだけどね、これ持ってるんだけど、ちょっと開けてみますか。全部ついてるからいいんだけど、箱なくても、箱に入れてる方が本当いいけどね、全然違うからね。これ予備のやつですね。これ説明書ですね。くっついちゃってるな。これ完全に新品未開封ですね。これがあれですね、調整するやつ、これがあれになってるんだね。これの先端のやつの予備とピンが2本ずつ入ってますね。でこれが取説、いつものこういう感じでやりますよっていうことで、リングを着脱方法、俺分かるからね、長さも分かるから、これ1回も剥がそうか。ビニール掘って、あ、これシルバーになってるな。黒っぽいっすね。いいね、シルバーと思ったんだけど、あ、黒になってますね。ラッキーだわ。ちょっと手間かかるな。これ長さはねもう分かるから、止めた方がいいかな、一回。ちょっと動画の時間が長くなるからね。動画止めようか。ビニール破ったんで、でね、これね、両サイド、この矢印の4つのピンが入ってるってことなんだけど、これではめっちゃ緩いから、まず試しにやるんだけど、めっちゃ緩いんで、
たいな。あれこれ40、41mm なのかな。ちょっとなんか大きいような感じがするんだけど、あ大丈夫だ。これ一応まずつけるんだけど、めちゃくちゃ緩いんでね、これあとっても緩いっしょやっぱりね。これね、だから外すからね、外してちょっと硬いな。これちょっと緩めるから、ちょっと急いじゃないといけない。使ってるやつ持ってくればよかったな。これで緩めるんだけど、ここをまずね2本ずつ取らないといけないから、これで1本抜いて、なくしたらまずいからね、一回分離してちょっと時間かかるんだよ。2本取らないといけないから、これここを外さないといけないんだな。めんどくせえな、少し。ここを外さないといけないから。あ、違うか。待てよ。で、これ外せばいいのか。これを抜いて、これ外して、でこれこの2本で、この2本抜けばいいから、で向きもあるから、この向きですね、この向きで。新品はやっぱ違うな、やっぱりこういう感じで。止めようか。これでピン入れて、なんかめっちゃ出てるな、なんか入らんな。 OKOK 入った。これで2本でしょ。ここも2本抜かないといけないから、ちょっとめんどくさいんだけど、ここをやればいいんで。あれ？なんでこれ？あれ折れちゃったな。あーこれ止めよう。これなんかピンが折れちゃってね、この先端の
本当動画撮るとさ、なんか起こるんだよな、アクシデントが、トラブル起こるんだよな。トラブルってことじゃないけど、この2本をまた抜かないといけないからめんどくさいけどね。あ、これも何回も飼ってるからさ、もう分かるんだよ、もう慣れてるんだよ完全に。ちょっとめんどくさいけど、これをまた入れればいいんで、こうやって入らない時あるんだよな。よし、もうちょいだな。これで OK なんでね、もう並べとくんでね、もうすぐ動画終わるように、ちょっと並べてからさ、並べるのあったでしょ、これ。これをまず今度入れないといけないから、ピンをなくしたら困るから、これでこうやって入れといて、入らんな。あ、つなげとけばよかったな。ってよ、一回つなげた方がいいですね。これをつなげて、こうやってつなげといた方がいいですね。あ、こう待ってるか。あれ、なんでこれ入ってるの、ここなんで、意味がわからん、入ってないか。なんでこれ、なんで入らないの。もう一本、ちょっと動画の時間長くなって嫌だな。あ、これなんか細いな、これ。これよし、でもう一本入れて、これはどこでもいいんだけど、ここに入れるか。なんか太いな、なんかこれ大丈夫かな。なんか太いな。いや、これで並べよう。これで一応最後にはめて終わるんでね。キモく、ちょっと折れたやつ、これですね。これちょっとはめてみるんでね、この長さになったんで。これ黒になってるな。キモクの黒は持ってなかったから嬉しいな。思わぬ誤算だ。シルバーと思って買ったんだよ。なんかあの画像ではなんかシルバーっぽかったけどな。一応黒にも最初黒かなと思ったんだけど、こういう感じで。実際にはめてみるからね。これは外さないでいいか、今は。これ、ここですね。ここ、ここ、この、ここがあるところを曲げると。いいぐらいですね。でしょ、長さちょっと緩いけど、
ちょっと緩いけどこのぐらいが俺いいんで、きっちりは嫌なんで、なんか窮屈感があって、で窮屈感でなんか嫌なんだよな、こういう感じ。はい、こんなもんで、これ剥がさんでいいかな今は。はい、こういうも感じですね、こういう感じでやってみました。ちょっと手間かかったけど、はい、あ、ぴょんこちゃん今回ね、このメルカリで購入した41ミリ用金属バンド、金木製ブラックですね、の開封&商品紹介にね、あのベルトの長さ調整に、あとこれ使ってね、工具使ってと、実際に腕にねはめてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。まだ撮るんでね、今日の奥、はい、失礼します。